湖西市立の中学校であったいじめ問題が長期化したことに対し、市教育委員会は保護者に謝罪しました。お子さんの気持ちに十分に寄り添って学校教育委員会が対応できず、本当に事態が長期化してしまい、本当に申し訳ございませんでした。湖西市教委の渡辺教育長らは昨夜、被害女性の保護者に頭を下げました。2019年、湖西市立の中学校に通う女性が不登校になりましたが、当初学校側はいじめを否定していました。しかし今年5月、第三者委員会の調査で重大事態だったといじめが認定されました。女性の母親は、第三者委員会がいじめを認定した後、対応が変わった気がする。解決のために早く動いてほしかったと話していました。